クレックズーラインは、ネブラスカ州リンカーン出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のダラスカウボーイズに所属している。ポジションは、プレースキッカー。ネブラスカ大学オマハ校で3シーズンにわたりキッカーを務めたが、2010年シーズンは、臀部の負傷のため欠場した。大学に居場所のなくなった、彼は2011年、ミズーリーウェスタン州立大学に転校した。 そこで彼は58ヤード以上の FG9 本を含む21本連続 FG 成功の NCWA 二部校記録を作った。この年 FG24 本中23本を成功、成功率95.2%は12本以上の FG を蹴った選手の中では NCWA のすべてのディビジョンを合わせたトップの数字であった。NFL スカウティングコンバインには招待されなかったが、 リージョナルコンバイン、スーパーリージョナルコンバインに参加した。2012年の NFL ドラフトの6巡全体171位でセントルイスラムズに指名された。NCWA 一部校以外からのドラフト指名キッカーとしては2005年のポール、エルンスター以来であった。ラムズは彼の指名直後に5年契約の最後のシーズンであったベテランキッカーのジョシュ・ブラウンを解雇した。 8月のダラスカウボーイズとのプレシーズンゲームでは55ヤード、52ヤードの FG をそれぞれ成功させた。第4週のシアトルシーホークス戦では、ラムズ記録となる60ヤードの FG や58ヤードの FG など4本の FG を成功させ19から13の勝利に貢献した。この活躍で彼は、第4週の NFC 週間 MVP、スペシャルチーム部門に選ばれている。 第6週のマイアミドルフィンズ戦では5本中3本の FG を失敗、チームは3点差で敗れた。第13週のサンフランシスコフォーティナイナーズ戦では、第4球終了と同時に53ヤードの FG を成功、オーバータイム残り26秒に54ヤードの決勝 FG を決めて16から13の勝利をラムズにもたらした。この活躍で彼は、 第13週の週間 MVP に選ばれた。2013年のズーライン2013年シーズン開幕戦のアリゾナカージナルス戦では FG4 本を含む13点を挙げチームの27から24での勝利に貢献した。この年はパットを34本すべて成功させ FG は28本中26本成功した。2014年第2週のタンパベイバッカニャーズ戦では4本の FG を決めるなど13点を挙げる活躍でチームは19から17で勝利した。第11週のデンバーブロンコス戦では5本の FG を決めチームも22から7で勝利。自身もこの週のスペシャルチーム部門で NFC の週間 MVP に選ばれた。この年はパッドが34、35、FG は24、30という成績であった。 2015年は、素形部の怪我もあり2試合欠場するなど、パッドは26,28、FG20、30という成功率に終わった。2016年のズーラインチームが、本拠地をセントルイスからロサンゼルスへと移転した2016年は、パッドが23,23、23 FG が19、22で、獲得点数が、キャリア最低となる80点に止まりとなり、 チームもわずか4勝しか上げられなかった。2017年10月1日、第4週のダラスカウボーイズ戦では FG を7本成功させ、チームのフランチャイズ記録を破る活躍を見せた。10月は月間51得点を上げる活躍で、NFC のスペシャルチーム部門で月間 MVP に選出された。この年は2度の週間 MVP に選出、FG を38本。 パットを44本成功させそれぞれリングトップの数字を残していたが12月20日に IR 入りしシーズン終了となった2018年は第2週から第6週まで怪我で欠場していたが第7週のサンフランシスコフォーナイナーズ戦で FG3 本パット4本の計7本のキックを成功させた第11週のカンザスシティチーフス戦では パッド6本 FG2 本の計8本のキックを成功させた。チームも54から51で乱戦を制した。シーズン最終戦のフォーティナイナーズ戦でもパッド6本 FG2 本の計8本のキックを成功させ48から32での勝利に貢献した。チームも NFC の第2シードとしてプレーオフに進出した。自信初出場となったプレーオフでは 初戦のカウボーイズ戦では、パット3本 FG3 本を成功させ30から22で勝利した。NFC チャンピオンシップゲームのニューオーリンズセインツ戦では4球残り19秒で、同点に追いつく48ヤードの FG、さらに、オーバータイムにて57ヤードの FG を成功させ、チームのスーパーボール進出を決めた。ニューイングランドペートリオッツと対戦した第53回。 スーパーボールではチーム唯一の得点となる FG を決めたが試合終了間際での FG に失敗したことによりチームの敗北が決まってしまった2020年3月30日にダラスカウボーイズと契約した開幕戦ではいきなりフルスのラムズと対戦しキックオフを担当したこれがラムズの新本拠地ソフィースタジアムにとって最初のプレイとなった 9月20日に行われた第2週、アトランタ・ファルコンズ戦、カウボーイズは1球終了時点で0から20のビハインド、前半終了時点でも10から29と、配色濃厚であったが4球残り4分57秒時点で30から39と追い上げを見せると、残り1分49秒に、ダック・プレスコットの TD ランにより3点差に詰め寄った。ここで、ズーラインが、 オンサイドキックを成功させ再び攻撃権を得ると、ラストプレイで逆転さよならとなる FG を決め、劇的勝利を演出した。ドラフト指名を受けて入団した選手にもかかわらず、キッカーである彼は十分なリスペクトをされていない。その一例が、オフィシャルジャージの彼の名前がズリーンで販売されていることに見られる。ありがとうございます。